ただの立ち食うのために死ぬやつは、そいつはもっと大馬鹿者だろう。ねえ、父さん。どうして人間と違うのかな。ほら、やっぱり悪魔の子なのか。そうだね。まあ、センク。この物語聞いてるってことはよ、何千年後か死ねが石化破ったんだろ。 元気だぜ。いや、もう死んでんだろうけどな。千空の科学に仲間たちの力が合わさればきっともっと楽しい世界が。お前なら負けねえ。ゼロからだって文明を作り上げて全人類を救い出す。千空、お前なら。 声をかけ続ける。頼む、ゴーを助けてくれ。とにかく考えろ。思いついたら動け。俺にできることがあるだけ、何でもやる。 生まれ変わったら会おうぜ。ああ、待ってる。